ファントムビジョン2プラスで撮影した写真の補正を、レンズ補正を行ってみたいと思います。開くで、これが撮影した画像です。フィルターからレンズ補正、ここで、DJI ですね、 DJI を選択して OK をします。これで、レンズ補正が行われました。ちょっと拡大して見てみましょう。結構この縁まで意外とまあ鮮明に、出ているようです。真ん中辺は意外と鮮明ですね。こんな具合に補正が行われました。参考にしてください。